こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。 C さん、16歳、女性からの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。私は最近絵の個性について伸び悩むようになってきました。絵を描き始めてから数年が経ち、見向きもされなかった私の絵は考えられないほど大勢の人に見ていただけるようになりました。ですが今の私の絵からは個性から来る魅力を感じることができないのです。線画、色塗り、構図、どこを撮ってもいわゆる流行の絵というものに当てはまってしまっている気がします。流行を取り入れることはもちろん大切ですが、いかんせん自分の絵柄はとても量産的でフェチと呼ばれるような武器もなく、昔の何も気にせずに描いていた頃の絵の方が生き生きとしていて魅力があるように思います。個性があり見た人をあっと言わせるような魅力的な絵を描くにはどうすればよいのでしょうか。また斉藤先生にとって絵の魅力とは何だと思われますか。答えていただけると幸いです。よろしくお願いします、とのことです。はい、まずですね、 C さんに真っ先に言いたいことは、とりあえず C さんは自信を持った方がいいということです。絵を描き始めて数年でね、最初は見向きもされなかった状態から考えられないほど大勢の人に見ていただけるようになったということなので、それは一重に C さんの絵の魅力が大勢の人を引きつけたからです。これは否定をしようがない事実なので、まずはその事実を受け入れてくださいね。ただね、これは C さんだけじゃなくて多くの人が勘違いしていることなので、最初にねあえてはっきり言うんですが、 C さんは個性に対して大きな勘違いをしているなっていうふうに思うんですよ。なぜかというと C さんはもっと絵柄に個性が欲しい、いろんなフェチを取り入れて私だけの絵柄を確立しなきゃいけないって思い込んでるようなんですが、多分ですねその方針でこのまま進んでいくとどこかで大失敗することになると思うからです。多くの人はですね、絵柄こそがその絵描きの個性だって思ってるかもしれませんが、実はですね、絵描きにとってその絵柄そのものは別に個性でも何でもないって思うんですよね。もっと言うとですね、クリエイターは個性を出さなきゃいけないっていうね、脅迫観念を持っていることが多いんですけど、実はね全然そんなことありませんってね、これを聞くと、え、じゃあ絵描きにとって個性っていらないの？って疑問を持たれた方もいると思うんですが、これに対する僕の答えは、もしあなたが自分の表現で多くの人を引きつけたいと思う場合、個性にはいらない個性と必要な個性の2つがあることを区別して考える必要があると思います。そしてね、こういうお悩みをお持ちの方が思い描くいわゆる個性の大半はですね、僕はね、いらない個性がほとんどだと思っています。だからこそ僕はですね、少し誤解されることを覚悟の上でこういう言い方をすることが多いです。個性なんて捨てちまえって。まあ、今回の質問についてはね、その言い方はちょっと雑すぎるなっていうふうに思うので、少し難しいですが内容をアップデートしてお伝えしようと思います。ちょっとね、最初から衝撃的なことを言いすぎているように聞こえると思うんですが、 C さんからいただいた個性的で見た人をあっと言わせるような魅力的な絵を描くにはどうすればいいのかという質問に対して、今回は3つの観点からお伝えしていければと思います。必要な個性って何？絵柄は個性じゃない？魅力的な絵を描く方法とは？という観点です。この動画を見ていただければ個性の正体を知っていただけて、どうやったら魅力的な絵が描けるようになるのか知っていただけると思います。それでは早速行ってみましょう。必要な個性って何？まず最初に僕が個性についてお伝えしたいのは、個性はいらない個性と必要な個性に分けることが重要だと思っています。まあこれね、綺麗事を言うなら、全ての個性は素晴らしいものなんだよ、だからどんどん個性は伸ばしていこうね、キラキラーなんてね伝えればいいんですが、はっきり言います、そんなこと言う人は大体嘘つきか、今後その人がどうなろうが知ったこっちゃない人です。少なくとも表現を多くの人に届けたいと思うなら、自分にとって必要な個性は何なのか、そしていらない個性は何なのかについて向き合わなくてはいけません。さて、もう先に結論言っちゃうんですが、僕が思う必要な個性とは何なのか、それをですね、ゲームに例えて図にしてみました。こちらです。 A、B、C の3人の人物がボスキャラを倒そうとしています。ものすごく困難なミッションでしたが、どうにかこうにかボスを倒すことができました。この時 A は力で貢献して、 B は攻撃魔法で貢献して、 C はサポートに徹することでチームの勝利に貢献しました。僕の必要な個性に対するイメージはまさにこの図のようなものです。あえて一言で言うなら、各キャラによる困難の乗り越え方の違いと言えると思います。これはつまり逆を言えばですね、問題解決に貢献できない力はいらない個性
と言えると思うんですよ。まあ、ちょっと酷な言い方ですよね。でもね、聞いてください。今はゲームに例えたんですが、これは現実世界でも同じで、ボスキャラは達成したい目標に相当します。漫画を作りたい、アニメを作りたい、ゲームを作りたい、書籍を出したい、そういう目標に対して、自分の能力をどのように活かすことができるのか、その問題解決への貢献の仕方や、乗り越え方が僕は個性だと思うんですね。人はね、生まれながらにして、あるいはこれまでの生き方で、能力値にはものすごい偏りがあるじゃないですか。だからね、今持っている能力でどのように問題解決に対して貢献できるのかって、当然それぞれの人でアプローチの仕方が違うと思うんですよ。人によっては絵を描くことで貢献できるかもしれませんし、 3DCG や特殊効果で絵作りを担当する人もいるでしょう。もっと枠組みを広げれば、アシスタントや営業面でサポートする人も当然いると思います。そのアプローチの違いこそが個性だと僕は捉えています。それってでも当たり前のことじゃね。でね、この動画を見ている皆さんはこのように図説して説明すれば、多分これは当然のことだと難なく理解できると思います。ですが、これを実際に自分事として考えると、これは非常にね、難しい問題なんです。なぜかというと、自分もクリエイターになりたいって思うきっかけって、誰かへの憧れであるパターンが非常に多いんですよ。さっきの図の例えで言うと、例えば力タイプの A は非常に魅力的に見えます。誰しもがね、もうボカーンって圧倒的なパワーに物を言わせて、爽快にね、ボスを撃破する姿って憧れちゃいますよね。なので、そんな姿に憧れて、よし、自分も A のようにパワーでかっこよくボスを倒すぞと決意する人もとても多いと思います。ですが、 A に憧れて A のようになろうとしても、その人が力で貢献できるかっていうと、それは全くの別問題なんです。実際にね、このような光景を見かけます。自分は C のサポートタイプなのに、力で貢献しようと準備を進めちゃう人、まあ中には稀にね、力も合わせ持っちゃっているサポートタイプもいるので、その場合にはね、結果的にうまくいっちゃう人もいると思うんですが、ほとんどの場合にはこの準備は無駄に終わってしまって、ボスに撃破されるか、もっと悪くするとボスとは戦わないままこれが自分の個性だと勘違いしてしまうパターンもかなり多く見かけます。まあ何回か勘違いして当たって砕けるのは、あ、俺パワータイプじゃないわって気づくきっかけになるので、むしろね、いいことなんですが、ずっとボスに挑まないまま自分の個性を勘違いしているのは、これはちょっと不幸になりそうな気がしますよね。絵柄は個性じゃない。さて、先ほど僕はこう言いました。多くの人は絵柄を個性だと捉えていますが、絵柄は個性そのものではありませんって。では個性って何なんでしょう。僕が思うに、絵柄っていうのはそのキャラが装備している武器のようなものです。自分が力タイプであれば、重くて頑丈なハンマーのような武器を持つのがボスを撃破するのには有効そうです。魔法タイプであれば、自分の魔力を増幅してくれるロッドのような武器を持つのが目的達成には良さそうです。でもサポートタイプなのに、めちゃくちゃごっついモーニングスターを装備するのはちょっと違うような気がしますよね。パーティーメンバーから、いやもう違うだろってツッコミが入りそうですよね。絵柄もですね、本来このような基準で決めるのが基本ではあると思います。重厚な世界観で人々を魅了したいという目的があれば、厚塗りや書き込み系の絵柄を選択するのがいいですし、ポップでライトなメッセージを伝えたい場合、あっさりしたデフォルメの絵柄が目的の達成には効果的でしょう。あ、もちろんね、趣味で絵を描く場合にはそんなの考えなくてもいいですよ。趣味であれば、むしろ完全に自分の好みによって絵柄を選ぶことは OK ですし、そういう人を僕は否定したいわけでは全然ありません。でもあなたが絵を仕事にしたい、その可能性を模索したいという場合には、絵柄だけにフォーカスしたような決め方は少し危険だということです。なぜならこの図のように、自分の個性を見定める前に延々と武器選びをしていても、その武器が果たして自分のタイプと合致するかどうかわからず、ボスも倒せるかどうかわからず、トローにね、終わってしまう可能性が高いからです。ではなぜこのような問題が起きるかっていうとですね、多くの人が倒すべきボスではなく、使用したい武器から選んでしまうからです。絵を使って何を達成したいのか、どんな目的を実現したいのか、あやふやのまま、自分が感覚的に惹かれる絵柄だけを先行して練習しちゃう人がとても多いんですが、そうするとね、それが使えない武器、いらない個性になってしまう可能性が結構高いです。なんでこのようなことが言えるのかっていうとですね、何を隠そう、僕自身が20代の頃は武器選びだけに奔走してしまって、そして多くの時間を失ってきてしまったからです。僕は20代の頃、こういう絵を描いていました。まあ今でこそ
ね、昔の絵を紹介すると、こういう昔の絵の方が好きだよなんて言ってくれる人もいるんですけど、でもね、少なくとも当時は、僕はこの絵で目的を達成できなかったんですね。僕のその当時の絵を描く目的は、もう包み隠さず言うとですね、チヤホヤされたいっていうね、その一言につきます。もうね、何でもいいから人気者になりたかったんですよ。でもね、その目的に対して、この絵って、ちょっと目的達成のためには間違ってそうじゃないですか。もっと人気出そうな絵って、いくらでも考えつきますよね。でもね、当時はこの目標を達成したいっていう気持ちと、でもこの武器使いたいっていう気持ちがうまく噛み合わずですね、結果的に全然うまくいかなかったんです。多くの人々を魅了して、たくさんの反応をもらうこともありませんでしたし、当然ね、この絵からはお金を生み出せませんでした。まあね、趣味としては良かったのかもしれませんが、だからといってこれだけを続けていたら、絵描きとして生活していくのは難しかったと思います。でね、この頃僕がまさに個性的であろうと絵柄を模索していた時期だと思うんです。どんなメッセージをどんな人に届けたいとか、どんな媒体で絵を発表したいとか、そういう目的を全然想定しないまま、ただただ個性的な武器選びをしていた状態です。線を少しガサガサっとすると自分らしさが出て個性的に見えるんじゃないのかな。このテクスチャーを乗せると他の人がやっていない個性的な見た目になるかも。そんな視点だけでね、絵柄を模索していたんです。でもね、それじゃあどうあがいても良くなりようがありません。だってね、目的と絵柄が噛み合ってないんですから。少なくともね、人気者になりたいなら、今人気がある絵ってどういう絵なのか、その分析から入らなければいけません。僕はね、ただ使いたい武器で暴れ回っていただけなんです。倒すべきボスを想定しない武器選びは、はっきり言って無駄な努力です。僕はね、そのことを身をもって体験しました。そんな僕だからこそ、個性についての勘違いを少しでも取り払おうと思い、このような動画で皆さんにお伝えしようと思ったんですね。必要な個性とは、目的達成のためのアプローチの違いです。絵柄そのものではありません。まず絵柄を確立するよりも先に、どのような目的を達成したいのか、その部分に焦点を当てることがおすすめです。魅力的な絵を描く方法とは？はい、もうね、ここまで説明したら分かったと思います。個性的で魅力的な絵を描くにはどうすればいいの？という質問に対しての僕の答えは、目的を設定してその目的を達成するために何度も何度も試行錯誤するってことです。前半のね、目的を設定すること、そしてそれを達成するために絵を描くことが何よりも大事なんだよっていうのはさっきもお伝えしました。ですが、特に独自の個性っていう部分に注目するなら、大事なのはむしろ後半部分、何度も何度も試行錯誤するっていう部分だと思います。個性ってね、出そうと思って出せるもんじゃなくて、繰り返しによってにじみ出てくるものなんですよ。おそらくね、 C さんは質問を見る限り、もしかしたらね、この段階なのかもしれませんが、目標を持ってね、それを本気で達成しようとすると、絵だけじゃなくあらゆる表現って最初は誰かの真似にならざるを得ないんですよ。だってほとんどの分野にはもうすでに成功を収めている先輩たちがいるからです。それをガン無視してね、ただただ個性的にって好き勝手に絵を描いたとしても、まあ、実際にやってみればわかると思いますが、もう誰にも見向きはされません。 C さんはね、信じられないくらい多くの人に絵を見てもらえるようになったとおっしゃっているので、驚くべきことに16歳にしてこの段階をクリアできていると思うんですね。僕が30歳にしてようやく突破できた部分もです。本当にね、すごいと思います。でもね、だからこそここで悩みが出てきてしまった。反応はもらえてるけど、でもこれってただの猿真似じゃん。私のオリジナリティって何なの？それはね、当然の悩みです。この考え方をベースにして進む場合、最初はね、どうしてもオリジナリティを出しにくいものだと思います。だって誰かの真似から始まってるからね。でも大丈夫です。心配せずにそのままガンガン突き進んでください。最初は真似事だとしても、それでも何度も何度も繰り返してるうちに、徐々に先輩たちとは表現がずれていき、自分の独自性が染み出してくると思います。思い出してください。漫画とかでもね、よくあると思うんですよ。最初はね、あれ、この人の絵ものすごいあの人気漫画家の絵に似てるなーって感じてても、感が進むにつれてどんどん絵柄が離れていって、気づいたらね、すごいオリジナリティに溢れた絵柄になっている漫画家さん、あれもね、先に自分が伝えたい感覚があって、それをね、伝えるっていう目的を持ってどんどん試行錯誤を繰り返しているうちに、元の参考にしていた漫画家さんとは絵柄が結果的にずれていって、個性がにじみ出ていく良い例だと思います。もしかしたらね、これを聞いている皆さんの中で、え、そ
それでも個性がにじみ出てこなかったらどうすればいいの？私にそんな個性があるなんて到底思えないなんて不安に陥る人がいるかもしれませんが、でもね、大丈夫です。なぜかっていうと、個性がないこともものすごい個性だからですね。いや、というか、そんなに個性が感じられない人って僕はちょっと見たことないので、もしいたら最強だろって思っちゃうんですが、個性ってね、言い方はあれですけど、例えるならパクチーみたいなものだと思ってるんですよ。一方でパクチーって知ってますよね。ベトナム料理なんかに入っているカメムシみたいな匂いのする香草なんですけど、コリアンダーとも言いますね。まあ、好きな人は好きなんですが、あれ嫌いな人にとってはね、ちょっと入ってるだけで、うわ、パクチー入ってやがる、くそ、こんなもの食えるかってね、それだけで料理が食べられなくなるぐらい苦手な人もいると思います。個性ってね、それに似てるんですよね。ちょっと入ってる分にはまあ許せても、大量に入っているともう臭くて受け付けない、それが個性だと思います。だからね、もし完全に個性をかき消すことが仮にできるんであれば、それってもう世界各国誰からでも受け入れられやすい、ものすごい洗練された絵柄とも言えると思うんです。それって逆にもう最強の個性じゃないですか。まあ、こんな人はね、僕も見たことがないので、そこまでね、個性を消せる人っておいそれとはいないと思うんですが、そこまでじゃなくてもね、個性が程よくにじみ出た魅力的な絵っていうのは、目的を設定してそれを達成するために何度も試行錯誤することで描くことができると思います。特にね、 C さんにとっては最後の何度も何度も繰り返すというところが大事になってくると僕は思います。ぜひたくさんたくさん絵を描いて、そして C さんらしい素敵な個性がにじみ出た表現を生み出していってください。諦めないで、応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また今回の話を聞いてこう思った人もいるかもしれません。ああ、自分はまだその段階までいけてないな、というかむしろ自分はデジタル初心者だから、もっとその前の段階、スタートラインのところをたくさん知りたいな、なんていう人、そんな人にはこちらの書籍、チート技絵が上手くなる本がおすすめです。こちらはね、僕の動画の中から特にデジタル初心者に向けて、最初にこの知識を押さえておけば反則級に絵が上達していけちゃうという知識だけを厳選して集めた本になっております。もしね、自分は初心者だけどなるべくつまずきなく順調に成長したいっていう人はね、ぜひチェックしてみてください。概要欄に Amazon の URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。